ゆらりです。ゆこです。ゆなです。ひめかです。アリアです。ピンクラテティーティー始まるよ。はい、今日の企画はウィンクキラーゲームです。リクエストいっぱいもらってたので、はい、リクエストありがとうございます。ありがとうございます。ルール説明します。まずくじでキラーを決めます。キラーはバレないようにウインクします。でウインクされた人は殺されましたって宣言してください。10秒だったら殺されましたって。他の人に見えないようにウインクしなきゃいけない。そうね、そういうこと。そういうこと。話の制限時間5分間で、うん、話のお題に沿ってみんなで話していきますよ。殺し合いましょう。せーの、はい、どうぞ。いっせーので。どこに書いてる。笑ったよね、今ゆなちゃん。うん？え、笑ってないよね。じゃあ1個目のお題、夏休みの思い出。おお、せーの。え、どこ行った？え、どこ行った？どこ行った？長島行った。韓国行きました。韓国行きました。奈良行きました。グアム行きました。なんか食べた？みんな食べた。いっぱい、うん、てか長野県のお店に気候堂っていう老舗のアイス屋さんがあって、ほうじ茶ソフトがおすすめ。私ね、奈良でね、ふわふわのかき氷食べたんだけどね、味がいちごミルクと抹茶とほうじ茶と、うん、キウイ、キウイと、あとね、なんだっけ、レモン。バーベキューもしたし、プールも行ったし、スイカ割りもした。花火大会も行った。山崎賢人と付き合った。やばい、それもやばい。 あとなんか頭にチュッパチャップスぶっ刺した。夏休み、宿題みんな終わった？めっちゃギリギリだった。 3時か4時ぐらいに終わらせた。怖いよ、怖いよ、怖いよ。キラリ多分キラーじゃないと。なんか勝手に解釈されてる。私楽しかった夏休み。え、分かっちゃった。誰誰楽しかった。分かっちゃった。夏休みうん、ウインクされた。殺されました。え、これ今分かりました。誰か、ひめかちゃん。え、してないの。やってないの。やってない。あと、サダン2、1。え、待って、キラーは誰。キラーじゃない。え、ほら、ちょっと、みんなにウインクしてるのに誰も気づいてくれ。難しい。ウィンク勝たない。せーの。はい、じゃあ今からキラーを合図します。せーの。はい、お題はピンクラテ TV あるあるでいこう。せーの、スタート。ゆらりの前髪が複雑とか。ゆらりちゃんのポーズはだいたいって。右足まっすぐの、左ちょっとで前にやってキスでやってあーってやるね。でもこれは最近よくやっちゃうな、この辺触っちゃうね。なんか最近はエコちゃんの参考にしてる。え、エコちゃんうまいよね。まあ本当に。え、でも私アリアちゃんの方が好き。はい、殺されました。ええどうする、喋るの。今喋るの。お弁当が美味しい。あー、いろんな種類あるよね。そう、お菓子が常にいっぱい。そうだね。みんな持ってくるよね。あー、嬉しい。大好き、大好き。殺されました。よし、あるある。たまにさ、ハートにするとき息あるわってベチョってなるんで。グッシュ。5人なのにさ、あ、ピンク TV が4人だからさ、始まるよっていうの1人にしたいって結構毎回言ってるけど、毎回やれない。3億円あったら何をするか。よーい、スタート。3億円
園の家を建てて別荘も作る。あ、いいですね。今まで欲しかったもの全部買う。あのちょっとぐらいは寄付したいよね。あ、うん、ユニセフ。いつか行く。めっちゃ京都行きたい。京都。京都。一億円使って京都されました。四回行きたい。四回。せーの、で次のお題は今気になってるコーデ。それではスタートです。でもさ、なんかイヤリングとかさ、こういうのめっちゃ可愛いなって。うん、銀色持ってるの多いんだけど、金色あんまり持ってないから、私金色いっぱい欲しいな。金色最近なくした。どうされました。早いな。ここはよくツインテールするよね。ね、髪切るの。ありがとう。なんか今日髪の毛の調子が悪い。殺されました。あと2分だよ。なんか結構さ、張り切っちゃうからいつも。あー、殺されました。今回のキラーは、アリア、アリア、リサ。じゃあ最後ちょっとシャッフルしよっか。あ、場所。あ、最終戦。せーので、もっと広げる。せーの、お題は学校の話。よーい、スタート。学校の休み時間どんなことしてる？ずっと笑ってるかな。こんなで見て、いちごじゃんみたいな。殺された。殺されました。早くない？早くない？さて、怖い。なんか学校で最近あった面白いこと。授業中に数学の先生なんだけど、なんか俺さ、天気の子ってあるじゃんって言って、俺さずっと天使の子だと思ってたんだよねとかって言ってて、しかも授業中だよ。でも本当にみんなもトークとかするさ、仕事してるとさ、先生が滑った時になんかフォローしようって回そうとしちゃうの。滑った時に全然わかんなくても分かりますって言って回しちゃう。夢から夢から。え、うちらの場合沈黙だよ。あかんなと回せないと。殺された。やー、助けてー。まだ生きてるよ。どうするの？怖ー。あなたのファンでした。あなたのファンでした。5回戦のキラーがユナでした。ユナ、本当はひめかちゃんに言ったつもりなのに、ゆめりちゃんも同時にうんあ、楽しかった。